一刻も早く真の実力を要請し、信頼を取り戻すこと、主力車種を原則毎年、フルモデルチェンジで市場投入していくことが一つ、個性の際立つ SUV、スポーツ系の商品、ここのです、ね、ラインナップとバリエーションの強化を図ってまいりたい、18年度から20年度の3カ年の合計で、売上高10兆円、営業利益9500億円を計画しております。 社外専門チームによる徹底した調査を現在行っておりますけれども、それがまとまり次第国交省に報告することで進めております。で、米国事業の半分が影響を受けると、群馬での,そのサプライヤーを含めた操業の問題、雇用の問題、ここを考えると、そんなに簡単な答えがあるというふうな状況ではございません。